原爆供養塔地図原爆供養塔は、広島県広島市の広島平和記念公園内に、ある、供養塔。1955年8月5日建立。設計、建築は、坂田石材店の坂田るをこちらは、供養塔の正面の石囲いの手前に、名前が刻まれている。1945年広島県広島市への、 原子爆弾投下より亡くなった引き取り手のない遺骨を供養している。この辺りは爆心地近辺であり、身元不明の多くの死体が焼かれた。翌1946年、広島戦災供養会を中心とした市民の寄付により、仮設の供養棟、納骨堂、礼拝堂が建立された。老朽化に伴い、1955年に現在のものに建て直され、 市内に散らばっていた身元不明の遺骨はここに集められ、供養されている。安土桃山時代の御陵をモデルとした直径16メートル高さ3.5の円形の土森の頂点に石像の草林の塔が据えられている。土森のうちには身元不明の遺骨約7万柱及び氏名のみ、判明している遺骨817柱が収められた遺骨箱、青函論像、 死没者名を刻んだ造下の塔が収められている。1946年建立以降、毎年8月6日に、様々な宗教、宗派の合同供養遺霊祭が行われてきたが、近年は完全に合同ではなく、それぞれが少し時間をずらして行われている。また毎月6日には、関係者により、霊祭が行われている。ほとんど身元不明の遺骨が供養されているが、中には、 身元のわかる遺骨もあり、字は名簿を公開し遺族がわかり次第手渡されている。ありがとうございます。